週刊文春のいわゆる文春法っていうのが話題になってますけど、僕はその文春法って言葉を作るきっかけとなった新谷学さんと2年間、イベントで対談させていただいてるんですけど、僕は非常に心を打たれたのがファクト、事実を大事にしてると。ですから文春はいろいろなそのスキャンダル、政治家、芸能人出すんですけど、それを受けて世の中がその方をどう評価するかということは文春の仕事ではないと思ってらっしゃるそうなんですね。つまり人間というもののファクト、まあそれは文芸春秋という会社は、芥川賞、直木賞も持ってますから、文学というものは、まあ、人間を描くわけですけども、この人はこういうところもある人なんだと、そういうファクトを示すことが大事なんだと新谷さんはおっしゃってました。で、僕はそこの部分はですね、まあ、いろんなこれ議論があると思うんですけど、ある程度共感できるところもあるのかなと。特にあのパブリックフィギュアと言われている政治家さんとかね、芸能人の方というのは、この方は表ではこういうことになってるけども、本当のところはどういう人なのかなということを知るっていうのは、それなりの公益性があると思いますし、それを受けてね、我々がその方をどう思うかということは我々に投げかけられていることなのかなと。僕自身は必ずしもああいう形で文春に書かれた方に対して、それでどうこうってことは基本的に僕はなくて、あ、人間でそういうこともあるよねって、それを、思ってるんですけども、まあ、あの本当に結局文春法と言われてることってのは、それを受け止める側のリテラシーが問われているのかなと私は思っています。この番組はエイブル JT の提供でお送りします。クリエイターとその愉快な仲間たち。今週のゲストはテレビや YouTube、アベマで話題の番組を数多く手掛ける映像プロデューサーの高橋秀樹さんです。よろしくお願いいたします。高橋秀樹です。よろしくお願いします。お願いします。高橋秀樹なんで。高橋秀樹、あの桃太郎侍です、ね。全然大丈夫です。俺もそのさすが師匠。受けが早かった今。いや俺もだから、あれと思って。高橋といえば秀樹なんですよ、やっぱり。されるようにすごい高橋秀樹さんが。これもまあ使いたいと思いますが。どうしよう、恥ずかしい。高橋さん、ひろきさん、はい、まあ、本当に公平に見て、特にここ5年ぐらいの放送文化を一番引っ張ってきた方だなって。しかも、はい、この方すごいのは成田悠輔とか。いろんなスターを登場させてきてる。あ、高橋さんが生みの親ですね、成田悠輔ね。生みの親って分かんないですけど、まあ、おでん初期からおでんメガネとですね、はい、すごい、なんかすごい変わりようじゃないですか。昔とある YouTuber のチャンネルで、はい、広行かないでしょ、ボコボコにされた。そうなんです。お前はつまらんやつ。してないです。そうでしたっけ。すごくあのクリエイターとして尊敬してます、はい、だってだから新しいものを作ってすごくないですか。いや、しかも本当に話題になる番組本当に数多く手掛けてらっしゃいます、ね、だから本当にフロントランナーなんで、うん、今日そのあたりもちょっと秘密をいろいろね、はい、教えていただきたいなと、はい、作っていきたいと思います。はい、高橋博樹さんはテレビ東京時代に家ついて行っていいですかを筆頭にギャラクシー賞を獲得するなど話題のテレビ番組を多数制作。日本経済新聞社との共作で企画制作を担当した YouTube 番組日経テレ東大学は登録者数100万人を超え、テレビ以外の視聴者からも注目され話題になりました。現在はサイバーエージェント社員、株式会社となり代表取締役 CEO としてアベマの番組制作とビジネス動画メディアリハックなどを運営されています。ねえ、ね、あの俺高橋さんをすごく面白いなと思う理由がリハック、はい、これ今最新の力のあるメディアなんですけど、語源知ってます？リハック、まあ、だからリハックだからライフハックとか、そうです、ね、普通そこを拾いますよね、はい、分かんないんですか。徒歩と徒歩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 ヒントが徒歩歩リハク徒歩リハクの中国の詩人リハクが好きっていうの。ああ徒歩あその徒歩徒歩あすいませんあの拾ってますごめんなさい全然拾い。いやだからなんかこの方ってなんかすごいなんかもろいなんかあるのよ、そういうことなんですね。そういうことなんですよね。そうなんですよ。そういう目で見ていただけそういう目で見てください。そうですね。テレ東を辞められたのがもう1年、はい、ちょうど1年前ぐらいですね。あれそこから行っちゃっていいですか、これ、ね、やっぱり行っちゃいますか。大変でしたね。いや大変だったんですよ本当に本当に大変だったんですよ、辞めるのがもう。あのだって日経テレ東大学って一番力のあったチャンネルの一つだったわけで、まあ、日本経済新聞さんとしてもいろんな、なんか事情があったんでしょうが、
そうですね、あのやっぱすごい大企業って優秀で、真の理由はちゃんと見えないようになってるんですけど、そのままなんとなく推測できるだけですけどね。ここだけでちょっと言える範囲で真の理由は何だったんですか？真の理由って本当よく分かんないですけど、まあ、僕的にちょっと続けるのがこういろいろな不義理が発生しそうだな、それが一つじゃないなと思ったんで、まあ、やめておくかなみたいな感じでやめたっていう。まあ、世間ではひろゆきのせいってことになってますけどね。なんかそういう結構そういう風に言われるんですけど、そうではないかもしれない。そうではないんだ。そうではないかもしれない。まあ、でもやっぱりさ、クリエイターってこういうなんかいろんな荒波の中で自分の道を貫いていくって、うん、そこちょっといろいろ今日学んだら、いや本当に それはいろいろ学びたいですけど、ね、荒波必要ないじゃないですか。だっていやいやいや、必要としてます、いります。タラちゃんも荒波が来るかもしれないじゃん、これから。まあ、まだ24歳ですからね、これからこれからですよ。でも高橋さんはもともとはテレ東辞めるつもりはずっとなかった、はい、わけですもんね。私はテレビ東辞める気なくて、はい、会社員ってまた、お二人ともやったことないと思いますけど、やっぱり事故るんですよ。事故例えば電通でこう、はい、たまたま人事異動でオリンピックの部署行ったら逮捕されるとか、あまあ、そういうことって本当に気の毒な方もいらっしゃ る。差し支えない範囲でどういう事故が、あ難しいこと聞きますね。またまたまあ、なんですかね、あのでも本当に番組をまあ閉じることになって、日経大学を分け合って辞めることになり、うん、その過程でちょっとこういろいろお世話になった人に対して不義理が発生するかなと思ったんで、うん、まあ、だとしたら辞めた方がいいかなと思ったっていうのが一つ、あともう一つは、まあ、辞めた方が収入が増えるんじゃないかなっていうのがその一つ。なるほど、なんかあれ、ね、アナウンサーがフリーになるようなもんですね。そうですね、そんな感じです。いやだけどこれちょっとラインナップ見てもね、すごいですね。どの一本取ってもすごいディレクター、はい、プロデューサーって言われるようなのを常に、テレビ界の大谷翔平って言ってもいいですか？まあ、テレビ界の大谷翔平と言っても過言ではないでしょうね。あららら、自分で言ってるし。すごい。まあね、テレビと YouTube と Web と両方やってますからね。テレ東ってね、よく あるのが地震とかの時に、うん、はい、テレ東だけ通常放送だっていう、なんか世間のイメージとしてはそんなにちょっと予算もないのかなみたいなイメージがあるんですけど、うん、はいはい、そんな中でこんな面白い番組いろいろ作ってるっていうね。そうですね、すごいですねこれね、うん、やっぱりタレントに依存しない番組が多いということが。そうですね、あんまりタレントさん空から日本を見てみると、これは私立ち上げたわけじゃなくて、あの企画したわけじゃなくて立ち上げのスタッフだっただけなんですけど、これとかでも1時間画面にタレント出てこない不思議な番組でしたよね、うん、テレ東結構ありますよそういうの、ね、でもやっぱりこうコアな強いファンが多いイメージも。テレ東好きな人やっぱちょっと変態ですからね。何なんだろう、テレ東のあの文化って何なんだろう。何なんですかね、やっぱキラキラしてるじゃないですか、その4から10ちゃんまでが。それが苦手な人がやっぱ疲れるじゃないですか。もうキラキラ苦手な人が来てんの？まあ、キラキラ、あ、テレビ東京結局基本的に社員はジメジメしてて、いやでも本当構造的に、まあ、他局全部受けるじゃないですか一応、うん、だから一応全部落ちた人が来るから、それなりに結構え、はい、テレ東第一志望って方はいないっていう人は僕入社15年目で初めて一人見ました。あの他局を蹴ってくる人っていなかったんですけど、初めて一人テレ朝蹴ってきた人がいて、うん、ちょっと、すごいねそれ。まあでもすごい変な人でしたやっぱり。だけどおさく高橋さんの特徴ってなんかそれまでにちょっとない、要するにこの業界ってなんか変な話、はい、パクリも多いじゃないですか。パクリは多いですよ、僕も散々パクってきましたやっぱり。パクリはパクリでね、もう何十個も番組立ち上げてきて、まあ、パクリというかちょっとずつ進化させるというか、インスパイア系というか、インスパイアされるというかですね。でも高橋さんもともとジャーナリスト志望、就活の学生の人いたらね、こう就活とかすると思うんですけど、就活の戦略で差別化したいな人とと思って、なんか入社をエンタメで受けたんですよ。4年バラエティ身につけてからジャーナリストになったらちょっとこういいジャーナリストになれるんじゃないかなと思って。すごいカーブついてますね、それは ねカーブつけたんですね、視点が。そうしたらまあそのままちょっと結構まあ楽しかったんで、まあだけどそれが日系テレ東大学とかリハックにつながってるんですかね。うそうですね、18年を経て、しかも結構番組ラインナップジャーナリズム的な側面ありますよね。それはジャーナリズムですよ、だってあの、ね、家ついていっていいですか、なんか、ね、平成の柳田国を民族学って言われてますからね。そうですね、だからだって抜き打ちでいくわけだから。そうですね、どういう生活してるの、うんうんうん、ってあ、こんなそんなものなんだみたいな、うん、いや、すごい柳田邦夫ですか、ジャーナリスティックですよそれは、うん、ちなみに吉木里さんに怒られたい、あの米印も気になるんですよね。先輩に怒られすぎて病んでって、あれはどういうことなんですか。あ、そうですね、企画したきっかけがこの番組のディレクターさんも知ってるテレ東に有名なですね、うん、身長の高いディレクターがいて、うん、まあ、その人結構身長高いから怒られると怖いんですよ。190ぐらいあるんですよ、でっかい声で怒るから消えないかなってずっと思ってて、まあでもちょっとこれ良くないなと思って、こうどうしようかなと思った時に、あ、こいつは美女だ美女だって、こうじゃあその先輩を吉木里さんにしたので、吉木里さんじゃないですけど、まあ、ちょっともうアイドルだ、こいつアイドルだと思ってたら、まあちょっとなんか怒られても心ここにあらずで済んだんで。
キー局の編成の方と打ち合わせして、深夜番組はもう全部予算つけない。そしてね、2023年にはアベマに入社して、はい、まあ、副業で起業もされるわけですけれども、はい、アベマで作ってる番組も話題になってますよね。これ広い影響を置いてきちゃったってさ、すげえなと思った俺、うん、あのこの番組の企画見た瞬間に、はい、あ、これ完璧だ。あれ所持金いくらだったんでしたっけ。所持金10万円でした。でもしかもね、東出さんが出てきたりっていう、なんか話題性もものすごいですし、東出はすごいね、うん、東出さんみたいなのどうですか、あの、まあ、事故った後で表現者としてまた再生してる姿って、うん、あ、東出さんは僕も初めて仕事したんですけど、うん、魅力めっちゃやっぱ相当いかれてますから、うん、どういうところが、え、普通じゃないやっぱり、まあ、え、泊まりに行ったんですよ東出さん家に、うん、それに行ったら、まあ、朝本当6時頃も眠いんですけど、おーいみたいな感じで起こしに来て、うん、山の中ですか。山の中ですよ本当、はいって言ったら、うん、もうなんか鹿をズタズタにさばいてましたから、うん、あの、まあ、漁師をしながらね、命をいただくという、そう、ね、うん、そう、え、見たことあります、家。いや、接し合わないでございます。 あったらちょっと面倒くさい、行ったことはないんですけど、うん、目覚まし8で密着をしてて、そのハレムだったやつですか。はい、それを見ました。それは見ました。今みんなでちゃんと東出さんのイメージを下げようっていう運動してて、そうそう、ちょっと上がりすぎだから、急にあんこ上がっちゃったよね。そう、よくないと思って東出さん本人とも話して、うん、やっぱこうイメージ下げた方がいいって言って、そう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 、森達也監督の福田村事件でも非常に先導役としていい演技してたし、上がっちゃってますよ。だから下げた方がいいんです。やめてください。トラウデンさんもだから下げた方がいいですよ、どっかで。イメージはそうだから、ね、今のところ綺麗すぎるから。そうなんですよ。それちょっと K-Dash さんと相談しさせていただいてよろしいですか。時代の潮目は感じますか、そのテレビの。感じますね。ちょうどキー局の編成の方と打ち合わせしてたんですよ、うんうん、したらその曲は深夜番組はもう全部予算つけないって言ってて、そのびっくりして、あ、だからもう商売にする。大体テレビってさ、編成局ってとか予算持ってて、大体広告バーンと売って一回ちゃんと編成に入れて、編成がこうちゃんとこうクライアントとか関係なく自由に作れるように編成予算ってあるんですよね。だけど深夜もつけないって、商売が成り立つものでやるって聞いてまずびっくりしたのと、あとこれももう一個他のキー局ですけど、まあ、なんか深夜番組やっぱ1本50万とかで作ってて、こんなもんピボット以下ですよ、そんな予算は。あ、ちょっと待った、俺ピボット全部お世話になってるんだけど。いや、そうですよ、言っとくわ。ピボットに今度、いや、ピボットよりキー局のが予算ないとか深夜番組でやっぱり良くない。だって50万で、はい、まあ、見てる限り50万では作れてないんですよ。だから何かがおかしいですよ。いや、でもね、俺思うんだけど、うん、俺も時々スポンサーがつくようなこの関わるじゃないですか。でちょっともうすごい仲いいんで俺制作側と聞くんだけど、やっぱりそのお金出す側も必ずしも地上波じゃないんだよね今。要するにターゲットがはいはい、こういう人たちだと思ったら、はいはい、それこそ高橋さんの作ってる番組に入れた方が届くよなって時代になっちゃってる、まあ、そうですね、数万人とか数十万人ならまあ YouTube で届いちゃいますからね。しかもその届けたい人に届けられるっていうのがあるからね。そうですね。だからこのマス向けのテレビっていうのって、まあ、でも確かにテレビはすごい強くて、本当のマス目指すでテレビのこのゴールデンの時間帯だと思うんですよ、うん、テレビやってて一番嬉しかったのって、まあ、家ついてていいですかっていうのを作って、うん、山奥にいる85歳のおばあちゃんから中央あたりにいる6歳ぐらい、まあ、7歳ぐらいかなの子供まで、まあ、一応名前聞いたことあるみたいなコンテンツって、うん、なかなか作れないじゃないですか、うんうん、でもなんか寂しいのは、まあ、これもテレビ局員と話してて、うん、まあ、ゴールデンみんな作りたくないって言うんですよ ね。なんで制約多いから。やっぱりマスっていうと、まあ、でも日本の人口構成はそうなんですけど、マスっていうとまあ年代上の方が多いから、あ、そこに向けちゃうんだ、まあ、そこの比重がどうしても考える、なんか作りたくないっていう人いて、そうすると人材結構みんな辞めてますからね。そうですよね。なんか優秀な人ほど辞めていくって、俺ちょっと辞めただけだけどそのとか、まあ本当に予算つけていい番組作ろうとしたら、やっぱ NHK の NHK スペシャルとか、その王道だね、はい、あ、ちょっと待って、僕ね、なんかね、映像の世紀のパロディ、映像の世紀と同じテーマ曲使ってなんかパロディ作った人が、私ですね、あんたかい。そうですね、ジョージ、あれはどういうことだったんですか。ジョージ・ポットマンの平成史、これは曲だけですけどね。曲は確かにカコさんの映像の世紀の、うん、パリは燃えているかっていうね、はい、すごい名曲がありまして、それこれはなんかCBB っていう、なんか僕よく見てました CBB。 え、本当ですか。イギリスのテレビ局ですよね CBB。 はい、イギリスのテレビ局 CBB の人気番組を日本に輸入したのっていうフェイクドキュメンタリーだった。フェイクドキュメンタリー、はい、なるほど、だから NHK が王道で来るんだったら他のやり方もあるってことだよね、はい、CBB の入れると、BBC のドキュメンタリーとか
構こういう学者さんが解説、うん、あかっこいいから解説するんですけど、そのパロディーで何ていうんですかね不倫の歴史とか、まあ、有史以来奈良時代ぐらいから振り返る。もう俺の大好物さ、こういうのはさ、いいだろ。だから予算かけなくてもなんとか、はい、ちなみにこの おっさんっていうか外国の方はどっからこれなんかタレント事務所のおじさんですね。そうなんですね。そうそうそう、すごいインテリっぽい。ただインテリだったんですよ、その。あ、そうなんだ。それこそ、まあ、ちょっと怪しいんですけど、正常期新聞ってあるじゃないですか。うんうん、確か正常期新聞でジャーナリストやった。正常期新聞ってアメリカの。じゃあひょっとしたら CIA の方かもしれませんね。俺もそう思いました。なんかこれ CIA とかの人のかな。正常期新聞ってまあそういうとこなんですよ。へ、面白いな。だからちょっとテレビは新聞とかみんな言ってるけど、はい、工夫次第で面白くなるんだと思うんだよね。頑張れば面白く、まあ、これね、本当うまくいったのばっか紹介してますし、つまんない番組いっぱいありますけど、私が作ったので。もういやいやいや、たまに出るんですよ。ちなみに師匠はあのヒット率は 何割ぐらいだった？僕打率、そうなんですよ、やっぱり3割ぐらいかなって思ってて。すごい。そう、3割は高いんだっていうの。3割いったらすごくない？だけど2人とも作り手ではないからあれかもしれないですけど、作り手って毎回ホームラン打てるだろうって目線で見られるんですよ。そんな打てるわけないんですよ。だいたい10回7回を外すんで。そうですよね。だけどそれをちゃんと誠実にね言った方がいいなと思って、うん、もうこれね言っちゃっていいのかな、言っちゃっていいか。月5回ロケ出たら、まあ、初任給ぐらい。トラちゃんキャスティングして番組作るとしたらどういう番組がいいですか？トラウデンさんはでもなんかちょっと私の演出にかかるようなまだ事故があんまりないですからね。私がこうわざわざ救わなきゃいけない。それこそ番組とかもやっぱ燃えやすい時代じゃないですか。そこはなんかどういうふうにご覧になってるんだろうなと思って。確かにね、うん、延長、まあ、今のテレビ番組とかウェブって難しいのは、文脈っていうかコンテクストみたいなのを無視した評価がとてもされますね、うん、あの1時間番組なんだけど、こう1本を切り出すととても炎上しがちだったりして、それなんか昔より危険な気がしてて、なんか本来の意図とは違う形で炎上してる場合のが多いんじゃないかな。本当の炎上は別にしょうがないと思うんですよ、だって悪いことがあったら。だけどなんかちょっと本来の意図と違う形で炎上しちゃうのは、なんか作り手としては結構ストレスだろうなとは、ね、作りにくいだろうなっていうのはすごい思ってしまう。俺あと高橋さんに会ったらそうだ、直接俺聞きたいなと思ってたんですけど、はい、俺ひろゆきだとか成田悠介とか、はい、賢いっていうキャラ設定の人いるじゃないですか、はいはいはい、でも俺ね、英語圏の賢いというキャラ設定の、それこそリチャード・ドーキンスだとか、うん、ジェフ・ヒントンとか、ジェフ・ヒントンって AI の、はい、お生みの親のトロント大学の、聞いてんだけど確かに賢いと思うんだけど、一方でものすごくアホなところもあるわけよ、どんな人も抜けてるわけ、はいはい、で俺実は俺のセオリーとしては、ひろゆきとか成田悠介とかああいう人も人気が出るのは賢いとこだけじゃなくて、うん、抜けてるとこで人気出んじゃねえかなって俺、おっしゃる通りだと思います。変だし、欠けてる欠落は結構テレビ出て売れてる人にはある。だからひろゆきが一時期なんかほら、あいつ物知らねえんだよっつって、あいつずっとそうなのよ。でもものすごい鋭いとか鋭くて、うんうん、まあ、本当ひろゆきさんはやっぱ興味ないことは知らないですよね。そうそうそう、なんかやらされてるからやってるだけで、だからそこも含めて魅力なんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、だからトラウデンさんなんか欠落してる部分を今日探したいですよね。だからトラちゃんの問題は慶応大学出てて知性派っていうことにキャラ設定になってるから、キャラ設定がなってる、うん、そこを超えるなんかちょっと抜けてるとこなんすかね。なんかトラウデンさんの抜けてるとこちょっと探したいですよね。どこが欠落してる、まあ、3回この番組ありますからね。そうですね、3回でトラウデンさんの欠落探してみましょう。掘り下げていただいて、はい、掘り下げましょう。ちなみに会場の皆さんはテレビは、みんなテレビ見る？それこそ映像発生機とか、あ、私も大好きなんですよね。バタフライエフェクトとか、うん、はい、大好き。高橋さんの作品は見てる？空から日本を見てる。おお、そうか、くもじい世代ですね、はいはい、とても大好きでした。嬉しかったですね、それはね。え、そうか、じゃあ隣の方、高橋さんの作品なんか見てる？同じく空から日本を見てみよう。空から日本、あれお子さんがやっぱ見てたんですよ。今大学生ぐらいの人はちょっと子供時代に多分、うん、どうおたにさん、私は全然テレビは見なくて、うん、高橋さんのなんか見た？わかんないです、ごめんなさい。でもリアルですよやっぱり、うん、リハックとか見てない？わかんない、聞いたこともない。聞いたこともない、なんか付け加えて傷を見たことないでいいじゃないですか。それ絶対使われると思う。聞いたことすらないみたいな。後ろの橋口くんとかと、あの私の知り合いの、家ついてっていいですが、好きで見てます、ね、あれだ。どういうとこがいい？やっぱり普通の人が面白いなってのがあるんですね、前提として。なんで NHK だったらドキュメント72とか、まあ、見るかな。でもさっき面白いのは、高橋さんの番組見てる人って意外と NHK も見てるとか、裏 NHK なんじゃん、うん、そう、裏。僕確かに就活で他局全部落ちたんですけど、 NHK とテレビだけ最初まで行きました。だからちょっと似てるのかもしれない。 NHK っぽいんだ、実は。っぽいの
NHK っぽい思考持ってるんですけど NHK に置いとくにはちょっとこうリスク高いなそういう人材だったんだと思うんですよ。やっぱね最初で落ちました。ちなみにあの千葉さん、隣の千葉さんはどうですか。私も家ついてっていいですか。大好きです。あ、大好き。どういうとこがいいの。たまにこう自分よりあのひどい生活してる人がいると勇気もらえます。ちょっと待って。分かる分かる。そうですよね。そういう見方しはる。そういう見方してる人はトラウデンさんみたいな人嫌いですよね。だからそんなことないです。本当ですか。そうなんですよ。でも本当にそうなんですよ。だって綺麗で慶応でお金持ってたらもう本当にさもう全部持ってんじゃないのよ。ネタにしかないもん。もうでも結構全部持っちゃってる。ほらほらいいですね。ほらそうそう。ちなみにそういいですいい。あのちょっと待って、今日面白いねこのノリ。ちょっとそこにいるゆずりはディレクターにもちょっと高橋さんの作品表。ゆずりはディレクター、高橋さん作ってる番組は結構こんなぶっちゃけ話していいか分かんないんですけど、いい家ついてっていいですかのすごいところは、世の中に渋谷に放つんですよディレクターを、50人ぐらい、で成功した人だけ成功のディレクターフィー、使われなかったらなんかその日払いみたいな。だからみんな使われるために一生懸命取ってくるんですよ。その日払いで一応ギャラは発生してるんですよ。ベースね結構払ってるんですよ。もうこれね言っちゃっていいのかな、言っちゃっていいか。月5回ロケ出たら、まあ、初任給ぐらい、10本出たら係長ぐらいの、一応ねそれは採用されなくても出てて、金かけてるな。そうプラス1本採用されるともう初任給ぐらいのギャラって、もう別にねいい話だよ。すごい、すごい。そしてやりたくなるじゃないですか。そうですね、やる気は出ますよね。そう業界としてはどう。でもいいんですけどギリギリなことなんですよ。ディレクターにカメラ持たせてない。本当に俺は危ないと思うことを生産管理してたってことがすごいと思う。なんか、まあ、夜中に人の家ついてくっていうね、夜中に人の家上がって何してくんのみたいな。いや犯罪ギリギリです。犯罪ギリギリだ。犯罪ギリギリだけど、まあ、結構表には出してない犯罪ギリギリを防ぐマニュアルがすごいあって、結構犯罪にならないようには一応してて、だ多分10もう10年ぐらいですけど犯罪とも事故起こってないよね。一応犯罪じゃなくする魔法があるんですよっていうのを考えるのが、まあこれ絶対表に出せないんですけど、だって バラしたら犯罪になっちゃうんで、犯罪起きちゃうんで。だからやっぱりね僕思うんだけど、まあ僕どっちかというとほら制作が今日もね、だから制作の方いっぱいいらして、制作側の目線で見るのが好きなのよ僕は。だから、だからすごい苦労を想像するのがすごい好きで、だってあれって例えばクリアランスっていうなんかそのこのコンテンツをどこで放送してもいいです。だ最近だと BBC とかだとあの、宇宙のどこでも放送 していいですっていう、それをクリア契約をクリアにするみたいな。クリアそうですね、はいはい、あれは家行ってそういうのは一筆書いてもらった。あでもそれもですね本当にめちゃくちゃちゃんとしたクリアランスの書類がありますね。お、はい、だいたいでも泥酔で書いてるから法的効力あるのかというか改めて後日確認してますけど、大体判断能力ない時書いてるんで、もう一回ちゃんとそこ法則なんでもう一回ちゃんと確認してますから、ちゃんとクリアランスします。いろんな苦労があるんだよな、はい、クリエイティブは私今ここにいるじゃないですか、はい、1秒に違う人生を言ってる歩んでた可能性のある自分がいるらしいですよ。この番組はエイブル技術は JT の提供でお送りしました。今ここにいることだ。